の日二人のトップランナーによる超ビッグな対談が実現した。須田将暉、はじめまして、須田将暉です。貴重画像、渡辺優太選手にシュートのコツを教わる須田将暉さ,さん。渡辺優太、渡辺優太です。よろしくお願いいたします。姿、うわぁ、本当に迫力ありますね。身長206センチと日本人離れした体格の渡辺優太。 NBA の舞台で活躍したトッププレイヤーに今の心境を聞いてみると、渡辺、緊張しています。姿、普段緊張します。渡辺、試合の前とかは、でもこういうインタビューとかの方が緊張します。今回相手が相手なので、姿、こちらこそ、こうして始まった、富士テレビ系パリオリンピックスペシャルパートナーでアスリート応援ソング、クジラ、を歌う、俳優、 菅田将暉さんとバスケットボール日本代表渡辺裕太のスペシャル対談共鳴し合ったトップランナー2人の思いを紹介するスラムダンクの定説が覆る現代シュート論対談に入る前に姿さんがスリーポイントシュートに挑戦することに姿打ち方も全然わかんないけど雰囲気で打ってみます何もわからないと言いながら早速1本目姿 全然届かない2本目はバックボードに当たるもシュートは決まらず続けて投げた3本目何もわからないままスタートしたもののあっという間に3本目で見事成功姿こんなに投げられないんだと思いました渡辺シュートっていろんな理論が存在するのでイメージとしては打つ時に手のひら全部で最後は2本の指がかかってる状態です そそれこそスラムダンクって漫画あるじゃないですか。あれが出たのがかなり昔なのであの時のシュート論と今のシュート論もいろいろ変わってると思うんですけど「スラムダンク」の名言で左手は添えるだけって姿左手は添えるだけ今なお絶大な人気を誇るバスケ漫画の金字塔「スラムダンク」主人公桜木花道がシュートの際のボールの持ち方として叩き込まれ 勝負の局面で発した言葉こそが、左手は添えるだけ。バスケ界の定説だと思われていたこのシュート理論だが。渡辺、あれも今は、そんなことないんですよ。昔はシュートを打つとき、自分の手がボールの真ん中でもう一個の手はボールのサイドに添えるっていう。姿、そんなイメージですね。渡辺、今はどっちかというと、両手で挟む感じに近いですね。 思わぬ形で定説を覆す衝撃の事実を知ったところで、満を持してスペシャル対談へ突入。